はい、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございますの方はおはようございます、中村平です。本日は漫画キャラクター分析行かせていただきます。はい、もう完全にこれネタ会ですね。っていうのもですね、メンバーシップの方からですね、以前からですね、漫画のキャラクターをこの生年月日がね分かっていれば分析できるんじゃないんですかというですね、まあそういったご連絡ご要望のをいただいておりまして、で確かにですね、僕ももう勝手に、これは僕の個人的な趣味で、ジブリキャラクターとか、まああとですね、以前に出しました動画、鬼滅の刃の作者ですね、まあ小峠先生をですね、まあ分析してる中でキャラクターはきっとこれだろうっていう、まあ当てつけのような分析をしていたんですけども、まあそれをまあ形にしてほしいと、ということを言われまして、今回、漫画キャラクター分析ということをさせていただきます。そして今回選ばせていただきましたのは東京リベンジャーズ、こちらになります。映画化もされましたよね、まあ、僕は漫画の方しか見てないんですけども、そしてですね、このチャンネルにおきまして、この、東京リベンジャーズ知らないという方はね、おそらく多々いるかと思いますので、先にですねウィキペディアより引用させていただきまして、ご説明の方させていただきます。東京リベンジャーズは週刊少年マガジンにて2017年13号から2022年51号まで連載されたもの、2021年からは東京リベンジャーズのタイトルでテレビアニメ化、そして実写映画化、そしてなんと舞台化まで行われております。不良だった主人公がタイムリープを能力に目覚め、中学時代へタイムスリップしたことを機に、かつての恋人が殺害される運命を変えるべく元凶となる暴走族チームで成り上がる姿を描いたサスペンス作品。ヤンキー漫画の要素に加えて SF 漫画やアクション漫画の要素が合わさった作風が特徴。第44回講談社漫画賞少年部門受賞作。2023年1月時点で累計発行部数はなんと7000万部を突破しております。今回はこちらのですね、東京リベンジャーズから主要キャラクター3人、こちらの分析をさせていただきます。まずは1人目主人公花垣武道、2人目、これはですねもう裏主人公と言っても過言ではない主要キャラクター佐野万次郎、そして3人目、佐野万次郎をサポートする副総長の竜宮寺健、こちらの3人お話をさせていただきます。こんな楽しみ方もあるぞということをですね、皆さんに伝わったらいいかなというふうに思っておりますので、ぜひ動画の方最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。このチャンネルは構成新薬動物内、そしてその応用になりますファイブアニマルを私中村雄平視点で解釈、そして分析のをさせていただき、お話をさせていただいております。皆様の日々の人間関係、そして自己分析の方にとても役に立つと思いますので、ぜひ一緒に楽しく学べたらと思います。現在ですね、公式 LINE アカウント、そしてメンバーシップの方もですね運営の方をしておりますので、ご興味のある方はぜひご登録の方よろしくお願いいたします。それでは今回も参りましょう、よろしくお願いいたします。はい、それではまずは1人目、主人公花垣武道ですね。はい、通称武道という風になっております。生年月日はですね1991年6月25日という風にね決まっているんですね。まあなのでですね、きっとここにも何か意味があるんではないか、そしてそれはこのファイブアニマルで見ていけるんじゃないかということを、今回ですね試していってみたいなという風に僕としても思っております。そしてですね、リクエストをいただきました、メンバーシップの方からですね、60分類の方の、キャラクターもですね教えていただいたので、それがですね落ち着きのない猿、僕です、という感じなんですけども、まあ、まさかですね、この主人公が60分類で一緒だとは全く思っておりませんでした。まあこれもですね、まあ何かの縁なのかなというふうに思っております。それではですね、まずファイブアニマルの方はこちら。はい、で早速ですね読み解いていくんですけども、まず最初に思ったのが、王道的な少年漫画の主人公っぽいなというふうに、僕としては思いました。っていうのもですね、やはり本質の猿、こちらになりますね。っていうのは、この猿というのはもう本当に分かりやすいんですよ。でそして明るいんですよ。でそしてまっすぐなんですよ。まあなんかですね、動物が一緒と言った手前ですね、まあ非常に言っていてちょっと恥ずかしいところもあるんですけども、まあそういった性質がですねこの猿というのはありますので、まあそれを本質に据えているということで、まあ僕は非常にですね少年漫画という中で、まあ主人公としては非常にねいいんじゃないかなというふうに、思った次第です。でそしてですね、次に僕が注目させてもらったのが
希望のコアラ、こちらになりますね。というのは、コアラというのはですね、このチャンネルでいつも言っております、ロマンチスト、まあ、こういったですね、特徴というものがあります。なのでこの、まあ、なんともですね、まあ、明るく分かりやすい、そしてまっすぐな主人公というものが希望、憧れというものにそのロマンというものを持っている、まあそういった、まあ、キャラクターというものが、まあ、非常にですね、まあ、これまた、少年漫画のね、主人公っぽいなというふうに、まあ、僕としてはね思った次第でございます。でもう一つ、僕としては非常にですね面白いなというふうに思ったのが、まあ先ほどですねこの東京リベンジャーズの、まあ、あらすじの方はですね説明の方させていただきましたが、この漫画の中で主人公は何回もタイムリープというものを行います。まあ時をかけるってやつですね。でそして何回もまあ失敗するんですよ。過去に戻って未来を良くしようとするんですけども、その過去の中でもまた失敗を繰り返して、まあとてもですね、まあ傷つき、まあ絶望することもあるんですけども、まあいろんなね方々のおかげで立ち直ってまたチャレンジしていくという風なストーリーになってるんですけども、大事なのはこの主人公がゴールを決めてるというここになるんですよ。絶対に未来をこうするんだっていうものを主人公がそこに決めて動いていく、これが僕はですね、まあ非常にですね重要なことではないかなというふうに、思いました。でこの、主人公花垣武道というのは本質が猿白思考、そして表面が虎白思考、そして隠れが狼で白思考、はい、このファイブアニマルの中の柱ということを、これもですねこのチャンネルの中で説明してきましたけども、この軸となる柱というものが全て目標思考型でできているんですね。それによりこの主人公は目標というものを絶対にぶらさないという特徴があるんですよ。まあこれがですね、先ほども言いましたが先にゴールを決めている、でそしてもう一つ意思決定のタヌキがいることによって状況対応型ですね、タヌキは状況に対応するという性質も少なからずですが、しかし確実に持っているというのが面白いなというふうに思いました。目標を添えて自分が行動をしていく、しかし先ほども言いましたいろんなことが起きていくんですよ。そしてそこに対してはちゃんと柔軟に対応していくんですよ。対応せざるを得ないところもありますけども、自分のですね敵だけではなく味方に対してもそれをね柔軟に対応していくってことができますんで、まあそういったところが合わさっているというのが、このですね、主人公がまあゴールにたどり着くまでの過程の中で非常に生きてきてるものなのではないかなというふうに僕としては思いました。そして面白いなというふうに思った次第です。まあ何か来てもいやそれはダメだそれはダメだってやるんではなくて、ちゃんとその中で自分の意思を貫きつつも対応していく、こういったキャラクターではないかと、この主人公花垣武道、通称武道はこんな感じでいかがでしょうか。はい、それでは2人目、佐野万次郎、通称マイキーですね。はい、こちらは生年月日1990年8月20日という風になっております。60分類の方ではですね楽天的な虎という風に、教えていただきました。ファイブアニマルの方はこちら、はい、っていう風になるんですけども、まあこの動物を見た時に、まあ先ほどのですね主人公の方でもああなるほどなという風に思いましたが、このマイキーのファイブアニマルを見た時にですね考えられてたのかなというふうに僕としては思った次第ですね。なんか裏打ちさせてもらったっていう感じです、先ほど主人公に加えて。っていうのはこの佐野万次郎というキャラクターは東京リベンジャーズの中でまあ大きなね、まあ、とても大きな規模のまあ暴走族のまあ総長になるわけなんですよ。トップなんですね、本当にものすごい規模ので、そこに君臨するためのカリスマ性というものを持ってるんですよ、圧倒的な。って考えた時にこの佐野万次郎の意思決定のライオンですね、これが入ってることによってあできるなというふうに僕としては思ったんですよ。やはりこのライオンというのはもうねどんなに、空気感がひょうひょうとしてるとか普段目立たないような感じがすると言っても絶対にねその存在感というものが周りに伝わっていくキャラクターになってくるんですよ。なのでこのマイキーというものが意思決定にライオンを持ってるということによってその
巨大な組織のトップに立つということは僕は確実に可能なんじゃないかなというふうに思いましたし、説明づけられるんじゃないかなというふうに思いました。で、先ほどですね、このひょうひょうとしたキャラっていうのを言ったんですけども、この佐野万次郎というキャラクターがまさにそのキャラクターなんですよ。普段はですね、そんなトップに見えないぐらいの本当にね、ゆるい感じがするんですけども、それは僕はこのね、本質の虎の影響じゃないかなというふうに思いました。あの虎っていうのは、まあ、非常にしっかりどっしりしてるんですけども、それがなんかね、威圧感には出ないんですよ。虎の方っていうのは割と、繰り返しますが、そのひょうひょうとした雰囲気というものを持ってる方が決して少なくはないんで、この本質の虎というのもマイキーというね、キャラクターには非常に合ってるのではないかなというふうに思った次第です。で、そしてやはりこの暴走族のね、トップ、まあ暴走族になりますので、まあ敵がいっぱいいるわけなんですよ。まあしかし、あのやはりこのね、味方に対しての情というものはめちゃくちゃに熱いキャラになります。しかし、戦うべき相手とは徹底的に戦うというものが、このファイブアニマル上でも説明づけあるなというふうに思って、まあ、非常にね、これも面白いところだと思いました。その理由になるのは、トラ、チーター、ライオン、このネコ科の動物になりますね。トラというものは非常に情の熱いキャラクターになります。なので、自分が受け入れると思った相手に対してはものすごく情をかけるんですね。しかし、そうじゃないといった相手に対しては徹底的に戦うことができる動物になります。で、他のライオンとチーターもまさにそれなんですよ。味方には熱い、しかし敵になってしまったという相手に対しては徹底的にっていうところを同じく有している動物になるんですね。それが本質表面、意思決定、希望にありますので、繰り返しますが、佐野万次郎というキャラクターには、まあ、まさに合ってるんじゃないかなというふうに、思った次第です。で、最後にですね、もう一つ、このマイキーというキャラクターは自分がそのトップでありつつも特攻的に我先と一番槍ができるんですよ。一番最初にその先陣を駆け抜けるということもする人なんですね。それがなぜできるか、それは本質の虎、そして意思決定のライオン、ここは4分類、多分類編ですね。まだですね、動画を見てない方はぜひ見てみてください。で、この多分類の中で虎とライオンは指揮官型という位置になります。もう名前の通りですね、自分が後ろに下がって全体を見渡し、指示を出していく、指揮を取っていくという性質のキャラになります。プラス、この佐野万次郎は表面と希望にチーターというものが2つもありますよね。で、このチーターはその多分類の中で何になるか、はい、突撃型になります。非常にですね、まあ、分かりやすい名前になってるんですけども、まあ、名前の通り突撃していくんですよ。考える前に動くということができるキャラクターになるんですね。なので指揮官型であり突撃型を持っているという、この2つを有しているので、この両方というのができているのではないか、そして説明付けられるのではないかというふうに、僕は思いました。佐野万次郎、マイキー、こんな感じでいかがでしょうか。はい、それでは最後3人目、竜宮寺剣、ドラ剣ですね。生年月日は1990年5月10日、60分類、人気者の像という風になっております。ファイブアニマルの方はこちら、はい、っていう風になるんですけども、このドラ剣のファイブアニマルを見て改めてですね、この作者ファイブアニマル知ってるんじゃないかなっていう、まあとりあえず絶対何かしらの意味を込めてこの生年月日というものを決めているなというふうに、僕としてはまあやや確信めいたものも感じました。っていうのはですね、この本質の像ですね、この像のキャラクターの特徴というのがまさにこの竜宮寺剣、ドラ剣のキャラクターと被るものがすごいあるんですよ。それはですね、像さんというのは静かなる深い愛情、まあ、こういったものがあるキャラクターになります。で、これがこのドラケンというキャラクターの行動にまさに被るものがあるなというふうに思いました。で、それはですね、まずこのドラケンというキャラにはエマちゃんというですね、まあ、彼女がいるんですよ。で、その彼女に対する態度というものが非常に分かりづらいんですね。これは
付き合ってるのかどうかというのが見てる側からも分かりづらいし、その彼女からしても分からない、周りから見せても分からないという、まあ本当にですね、その感情というその態度というのがね出ないんですよ、このドラケンというのは。しかしです、しっかりとその彼女の誕生日は覚えていて、誕生日にその彼女に欲しがっていたぬいぐるみをプレゼントするということをするんですね。まあこういったところが、まあ、まさにこうね、ゾウさんらしい行動だなというふうに僕としては思いました。あとですね、このドラケンというキャラクターは佐野万次郎のサポート副総長になるんですよ。要するにナンバー2なわけですよね。それがこの本質のゾウ、そして意思決定の猿、ここがまさにこのナンバー2というポジションに適した動物になるんですね。ゾウさんというものは、まあ、これまで喋ってきた感じでなんとなく、まあ、イメージはつくと思うんですけども、この猿というのは実はですね、ナンバー2という立ち位置が適してる動物なんですよ。突撃型で我先にというタイプなんですけども、実はナンバー2のポジションが合っている。でこのゾウというのも一番トップには立てるんですけども、ゾウさんはですね、トップに立っちゃうとワンマンになってしまう可能性というのが実は高いんですよ。なのでナンバー2というところで力を発揮するというのが一番いい立ち位置になってきます。なのでそのナンバー2というポジションが合ってる動物を本質と意思決定という非常に強い位置に持っているキャラクターになってきますので、まあ、そういったキャラがこの副総長を務めているというのは、これはもう分かって書いてるのかな、分かって決めたのかなというふうに、僕としては思いました。で最後にですね、このゾウさんの特徴とこのキャラ合ってるなというふうに思ったところがですね、切れるとやばいというところです。このですね、リュウグウジ剣ドラケンというのは、まあ普段はまあ非常にまあ愛情深いキャラクターで、そんな簡単にね切れてまあ暴れ回るっていうキャラクターではないんですよ。しかし、まあ本当にですね、まあぶち切れるというシーンがあるんですけども、その時の切れ方がもうね本当に半端ないんですよ。はい、皆様覚えておいてください。ゾウさんというものは普段はそのね怒りというものを出さずに、その感情というものを出さずにどうしてるか、溜め込んでるんです。まあなので本当にね、その溜め込んでるもののリミッターが外れる、または何かの拍子にそのリミッターが外れるってことをしてしまうと、本当に12種類の動物の中で一番怖いです、ゾウさんというのは。実はこれは皆様ぜひ覚えていてください。こんな感じでですね、リュウグウジ剣、ドラケンキャラクター分析いかがでしょうか。はい、今回は漫画キャラクター分析と題しまして、東京リベンジャーズのキャラクターの方を3人、分析の方させていただきました。このようにですね、皆様からいただきましたリクエストの方、まあ時間差というのはどうしてもあるんですけども、できる限りですねこういった感じでですね形にしていきたいと思っておりますので、お気軽にですね、まあコメント欄、まあそして、まあ、ライブ配信の方とかでもリクエストしていただけましたら、その場でですね、まあお答えできるときはライブ配信出しますし、こういった形でまあ動画の方にもさせていただきたいと思っております。以上になります。今回も動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。それではまた次の動画、そして次のライブ配信の方でお会いしましょう。ではまた。